庫、塩硫酸ナトリウムの再結晶化です。EMS500 の動画撮影機能を使って、リアルタイムで録画しています。ハイコは、ハルキ抜きとしても知られています。5mm ぐらいの結晶を一粒、スライドガラスの上に置き、下からバーナーの炎で炙って溶かしました。その状態の溶液に、小さな種結晶を入れると、種結晶を中心に、みるみる再結晶化が進みます。結晶化の様子を主に40倍で透過照明を使って録画しています。このシーンは種結晶を入れないで自然乾燥させた状態で結晶が成長したものです。周辺からゆっくりと結晶が成長しています。